きつかったですね。一回一回セーブしたいレベルだね。一回セーブしますか。する？俺がやってギリギリ、ほんとギリギリ。はい、そうです。ほぼ全部、しっかり回りきって1、2秒差しかつかないからね。サボタンに行きましょう。自分がやる。さあ、つかねえ。いや、さあ、つかねえ、つかねえ。まあ最悪3周で相当差がつけばお前がやってもいいかな。はい、どう考えたって差つけらんないでしょ。だからつけられんだったらいいんだけどさ、結構長いし4周だし、あれしかもなんかボーサードしてた最初。さっきボーサードしてた。愛知県愛知県わかんないよコースが。早いな。本当に確かに。どうやって勝つ？いやー、やっぱり技術次第かもしれないですね。もうなんとか1位いけたんで、あと1周しっかり頑張りたいと思います。まあ差つけたんでもある程度は。とにかくもうコース覚えるのが一番ですね。あ、でも来てますね。めっちゃ来てます。もう集中力が持ちません、これ。いやー、地獄ですね、これ。地獄です、これ、本当に。もう1周だけでもきついのに、4周1位で居続けることの大変さ。感じてますね。しっかりブレーキして。しっかりブレーキ。しっかりブレーキして。さあ、いけるか。こっちのコントローラーが全然使いやすい。そうだ、あれさっき。こっちのコントローラーは本当にプレステの1のコントローラー、超初期のやつ。なんか使っててもそう思った。よっしゃ。おぉ、最後50キロ。よし。あー、大変でしたね。地獄、4周時刻でした。技術次第ですね。はい、そうですね、技術次第。まずコースを覚える、それを
まあ、常にどのコースを何キロぐらいで走るか、はい、把握して1周目2周目で差をつけるしかない、はい、しかないですね。で、まあ、3周4周目、まあ、あの多少ミスっても、まあ、クリアできるようにする、うん、はい、そう。いやー、で集中力が持たないし、アルサニコに一周任せたみたいなことになるから結局ずっと俺がやる。フルチューンしてこれだからな。フルチューンしてこれですよ。しかも4周っていうのがもう恐ろしい。しかも5コースもあるの。5コースありますね。5コースじゃあ覚えきらないもんね、全部。やっていいです。いやいやいや、でも何かを1つくらいは頼みたいけどね。なんか楽勝なのないの？1個ぐらい、1個ぐらいないかな、楽勝なの。今んとこありません、全く全くありません。もうどこだっけ、鈴鹿です。のミニバージョン、しかもミニか、取っていけるか、なんかいきそうな感じはしますね。ずっくれんしっかりで、ちょっとでもブレーキしすぎると抜かれるし。そうです、そう、時刻最終ラップが異様に速い、異様に速い、本気出してくる相手が、はい、おー、厳しい。4周周知がまず使うのがなかなか、まあでもこれはでも短いのがまだいいですね。そうです、行って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 、しかしここは普通に行ってしまう。うわー、来たー、いいや、じゃあここはいいや、お前がちょっと頑張って、じゃあここはアルサジン任せます。はい、ちょっと俺を休憩してくるんで。いや、もうこれはマジで交代交代やんないと、時刻。そうです、ね。はい、R35 は何回かやったんですけど、もう一周もできてません。一周もできてない。もうということで、もう確実に俺がやるしかなくなる。みんなできんのじゃあ。何ができんの、これで1周目くらいはちゃんと走ってくんないとさ、4周あんだぞはい、そういう俺もぶつかる、ぶつかって、あー、抜かれんな。確かに非常に速いわ。早すぎるな、ちょっと。確かに早すぎる。もう技術しかないんだけどね、あとは。これな。右。もう。うまい、うまい。うまいっしょ。うまい。自分で言うのもなんだけど。さあ、これ何秒？最後で、何秒さ？2秒差。左、右、左、右、あぶね、左、右、さあ何秒ついた？4秒つけばなんとか。3秒。3秒？
ブレーキ。でもう一発ブレーキ。うわ、危ねえ危ねえなんか、最終ラップ。そうそうそう、最終ラップになると、切る、やべえ。次、現実に行こう、現実に行こう。めっちゃ危ない。左、左、右、うまい、よし、どうだ、8、 0.6秒差。いやー地獄ですだから俺が本気でやって 0.6 秒差なんだから、うん、今まで最強レベルで難しい。ただそのインフィニオンはインフィニオンでもクソ長いインフィニオンかもしれないから嫌だな。3周って書いてあった。多分3周って書いてありました。3周か。まず遅くよ。うん、あー、地獄、地獄、もうやだ。カラフルでいい、うん、どこを何キロで曲がるかマジか使います。その振動でもね、その振動でも。さあ結構いい勝負なってきたんで、じゃあ行きたいと思います。はい、さあ行くぜ。ちょっと209キロ出てるからちょっと怖いんだけどじゃあもうまずブレーキしようか。209キロ。ちょっと続ける押すのが怖いんだよ。200キロ。200キロ出てますから。200キロ出てますからね。ブレーキ、右、はい、開いて、よしよしよし、すごい右だな。まあ、もう小原さん曲がりきった。いい、結構サーバー左左左、あ、来てよ、はい、って言われてもそんなこと言われてもあー、抜かれちゃって相手速い、もう速いから無理。もうほぼ完璧なんですけどね、もう相手が速すぎる。もう来た、これは無理だ。ここショートカットするのも一つ出たな。いや、ダメだったな、僕が。ダメでしたね。まあでもちょっとコース自体は分かってきました。もう一回やってクリアしたいと思います。はい、来てます、来てます、来てますね、来てますね。よし、慣れてきたぞ、慣れてきたぞ。左、いやー、だいぶ慣れてきた。ただ、右、ただし、そうね、油断は禁物ね。左、
はい、来た来た、ついに、じゃあ、なんとか時刻でした。これも、まあ3回やり直してました。はい。乗り越えましたね。乗り越えた。はい、とりあえずセーブ。いやまあコースを覚えて逃げ切り型で勝つしかないです、もうこれは。シアトル、ターキッド。3周です。3周です。さあ。ラストなんとか1位でいきたいですね。いやもうあと 1個だけ、1個でいいんだ、あと1個で、もう二度とやりたくないから。おこれは行くとこがない、広い、道が広いから、こうなんだ、道が広いのはこう操すのか、グラスレース2で出てきたと最初は抜けないわ。グッと右、うわ、あこれは覚えられないコース、左、次か、左、はい、とりあえずじゃあ2周目は1位来たのでいきます。はい、さあ頑張ってください。ここから本当の勝負はここからです。はい、いきますよ。はい、右よっしゃー、これ慣れてきた、左次、気をつけろ、次、右、まあ、まあ、まあいいでしょ、まあいいでしょ、右、右、次も右で、左、よし、いいぞ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 。ちょっと待って。いや、ここはいい、ここはいい。右。ここは。あ、食べなくて、OK。右。左。そして、右。あれ？右。あ、ラスト、ラスト、ラストしたい。左、右。お、よし、よし。お。おー。おー。なんとか制覇しました。なんとか制覇しました。あぶねー。だわ、いやーきつかった。もう常に全力でプレゼントカーなんでしょうか。このプレゼントカーをもらうためにやってたんだからなんでしょうか、レベルじゃないぐらいいいやつだと思うけど、400万、はい、まあまあお金はいいとしてさあ何でしょう。で、このプレゼント会で多分何個か中級者でできるので、はいはい、オペルカリブラツーリング、おおお、さっきレーシング、さっきのあの何でしょう、オペルのところのオペルのところコンプリートカーです、コンプリート、コンプリートカーです、はい、買えなかったやつですね、買えなかったやつです、はい、あ、レジェンドカー、レジェンドカーまた間違えてる、レジェンドカーこれでしょ、そう、レジェンドか、OK です、はい、とりあえずセーブしてあれに変えて送るのか、レジェンドかに、いや
変だったなこりゃどんぐらいすごいんだろう、こんだけ大変だったんだからすごい車で会ってくんないと困るそうして427PS4WD、 はい、カリブラーの乗り換えください。かっこいい。はい、じゃあすでにマックス状態、すごいな、すげえな、すでにマックス状態ってこれもすごいな。これもまあほぼマックス状態ですね。あ、これだけ、ナイトルだけ買う。いや、いやいや、ま、とりあえずまずは下級機すごいけど、はい、これしかできないトランスミッションしか、うん、下級機、あ、下級機まだまだあんだ、うわ900万、それが上が、それだけ上げたら相当すごくなる。サスペンションは、はい、すでに、あ、はい、すごいな。タイヤは？タイヤがまだか。タイヤがあれ？すでにレーシングタイヤミディアムだ。ミディアム。だいぶすごいな。まあ本当はもっといいタイヤはありますけどね。その他、軽量化だけしとくか。って思ったけど全部ある。すげえ。すげえ。これはすごいな。すげえ。じゃあダービンキットだけ買って。かわいいでしょ。うわ。足りないよ。足りない。なんでいかないんだろう。じゃあどんなもんなのかちょっと試しにじゃあ走ってみますか。中級者レース。はい。これで、出れるレースが、ですね、まずチューニングカー選手権 OK。ノーマルタイヤまたスポーツタイヤが必要。あれってレーシングタイヤだな。うん。え、でも NA エンジン車はクリアしてるのかな。ああ、多分。多分。普通よ、はい。レースオブターボです。これダメ。これダメ。これもダメ。え、ダメなの？スバル、そうか。じゃあ、まずじゃあ、じゃあ NA エンジン車コースから行きましょうか。はい。これをとりあえずやって今日は終わりだな。中級者です。まあ、NNG 車コースじゃあいきます。ユースオブ N。これ A ライスですね、それは。多分、お前でも。うん。楽勝だ。いけると思う。めっちゃいい気分頑張って。多分、性能も、さっきよりは全然いいと思う。でも、自分の運転相手も遅いと思う。さっきより。うん。はい、頑張って。もう俺はもう運転したくないです。もう R35 あ、みんな普通の車、普通の車が多分このメンツだったらいけると思う。でも速そうだな、スポーツカー。これ94モデルだね、だいぶ結構先進的だね、94モデル。あ、でもこれ難しいんだよ。しかもこっちレーシングカーだね。性能が全然違うから。そうなの？なんかアーザビ連打の癖が出てくる。スワブ押し、また押しです。あ、次6時。もうこれ、僕散々やったコース。次60キロな。おっせ。おっせえな。まあでも相手がやっぱ遅いな。この辺にちょっと勝てる。はい。でもそれなりに技術は必要。それなりに。アルサジムなんとかいけそうですか？平気、
次スゲブル行くわ。次スゲブル行くわ。60キロ、60キロ。うん。なんとか、行ってくれ。次110キロ、次110キロ。60キロ、うん、でもう1個あるからね、もう1個あるからね、うん、はい、OK、 やろうか。いや、もうないぞ、もうないんだから、あと少しか、なんでこうなっちゃうの。ちょっと、1位になって頼むから。もうなんでこれだけやって1位になれないんだよ。もう、わけが違う。性能が、もう、人工的に余裕なのにな。もう、余裕。2だ。余裕なのになんで勝てないんだよ、お前は。勝てません。いや、はい。もう、1秒差